はい、やってまいりました、世界の皆さん。今日はですね、皆さん、僕がですね、昔、小学校の時になるんですけれども、とあるマジック大会で、僕優勝しまして、祭りのマジック大会で優勝したんですよ。で、その時のネタをちょっと今からちょっと披露、しようかなって、思ってます。マジックっていうのは、皆さん、種と仕掛けも、もちろん、これ、大事なんですけれども、もっと大事なのは、演技力なんですよ。まあ、僕、私、仕事でちょっと失礼しますって感じなんですけれども、高校3年生の時に、一応、鍋プロですかね、渡辺プロダクションのオーディションに、受かってますんで、最終選考まで行きましたって。で、ぜひ来てくれって言われて、もうその時東京だったんでね、ちょっと遠いというところで、僕からお断りさせていただいたっていう過去があるぐらい、僕は演技には定評があるんですよ。ってとこでちょっと今から皆さん、マジックを、いつはマジックをお見せしますって見てくださいね。皆さん見てください。僕のこれ、親指です。本物の親指ですよ。いいですか？いいですか？怖いな、これ。ああ、怖い、くそ。いいですか？いきます。ああ。